南東欧協力プロセスの加盟国南東欧協力プロセスはブルガリア主導の下で1996年に設置された。ブルガリアが議長を務めたソフィアでの会合でバルカン半島諸国は信頼と全輪関係、地域の安定を目指す地域協力機構を設立した。英語名称サウスイーストヨーロピアン CO。 オペレーションプロセスの頭文字を取って CCP と略称される。南東欧協力プロセスの特徴としては、この地域で初の地域の国の主導によって自発的に設立された機構であり、国際連合や他の国々によって主導されたものではないという点がある。そのため、南東欧協力プロセスはそれ自身を確かな本物の南東ヨーロッパ諸国の声を 反映したものであると規定し、南東欧安定化協定、南東欧協力イニシアティブ、安定化、連合プロセスとの補完関係にあるものとした。南東欧協力プロセスの枠組みでの地域協力の目的には、安全と政治状況の強化、経済関係の強化、人的資源、民主主義、政良犯罪活動との戦いのための相互協力がある。また、 南東欧協力プロセスの目標として、全輪関係の構築と地域を平和で安定したものへと変えることを通じて、その加盟国の欧州連合や北大西洋条約機構への加盟を実現を目指している。設立時の加盟国後発、加盟国南東欧協力プロセスは、地域的な制度化されていないプロセスであり、議長国によって調整されている。 南東欧協力機構の議長国は1年交代であり、加盟国間での持ち回りである。議長国は国際会合に出席し、定例の首脳、外相会合やその他の政治指導者による会合の司会を務める。状況に応じて議長国は臨時会合を招集することができる。2006年南東欧安定化協定は西側諸国や組織の支援、 協力のもと、地域の国自身によって設立された組織に継承されるべきであると発表した。南東王協力プロセスを地域協力会議として制度化することによって、これを実現することになっている。南東王安定化協定の最後の会議は2008年2月28日に開かれ、同協定は地域協力会議へと引き継がれた。 議長国は一年ごとに加盟国が持ち回りで就任する首脳会合の一覧外相会合の一覧。ありがとうございます。